どうもフロザルと申します。本日は大海賊エドワードニューゲートがレベル100になったということで使っていこうかなと思います。クリスタルのかけらを結構使ってね、ようやく、ブルック以上にようやくレベル100になったっていう感じでございます。今の環境、5周年の超フェスではあるんですけれども、しんどくなったっていうのが、この白ひげの今の評価なんですけれども、お宝エリア外だとロジャー船長にも振動入ったりだとか、スキル2が本当に優秀だったりっていう風に、まだまだね活躍できる余地はあると思うんで、そんなにね、当たった方とかは本当に悲観する必要はないのかなっていう風に思ってます。で、白ひげを使う上で、今の環境大事だと思うこととしては、まずは、さっきもちらっと言ったんですけれども、ロジャー船長と戦うときはもう基本旗外で、戦うの方がいいのかなっていう。もうやっぱり握られると本当にもう、ダメージとか入らないんで、こうワッハッハってくるところにスキル1を合わせるとか、スキルには障害物貫通になっちゃうんで絶対やめといた方がいいです。スキル1を合わせてっていう風なのが、まず大事なのかなと。で、2つ目が、安易にスキルを使わないっていうことになってきますね。特にスキル2、ロジャー船長が握ってる時にスキル2を使っちゃうと、さっきも言ったように全然ダメージ入らないんで、握る前ですね、握る前だったら十分妨害になるんで、それは意識するべきなのかなと。だからめっちゃマップは見ないといけないっていう、そんなキャラクターになっておりますと。正直ディフェンダー自体もしんどくはなってるんですけど、それでもニューゲートはまだまだ、活躍できるっちゃできるっていう風には思ってるんで、上位帯とかだとしんどいと思うけれども、そういったところを、お見せできたらなと思います。で、メダルが今回カイドウメダルにしようとしてたんですけど、ちょっとごめんなさい、メダル確認せずにリーグ行ったらゴロゴロメダルつけておりました。この3枚でリーグでは潜っております。それでは早速やっていきましょう。レッツゴー。はい、じゃあね、今回はレベル100白ひげ使っていこうかなと思います。皆さんよろしくお願いします。場所はドラム島ステージですね。結構長かったね、レベル100にするのに。すごい楽しみではあるんですが、おーおっちゃん頑張ってるね。今の環境なかなかにしんどいっていうのが正直なところではございます。ちょっと待ってよ、これもう先打っちゃうか。なに、いやマジか。ジャスト回避1発2発の3発。で、ここでスキル2発動。よーしよ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 し。さあ、来ない。一発。大丈夫。一発2発。ここスキル1。ナイス。一発2発。どうなってんだろう。ちょっと待ってよ。これ取られちゃうかな。一発2発。大丈夫だ。一発。ちょっと。一発二発の三発、ワンダウン。で、ここでスキル1。ちょっとごめん。ガンフォール、代わりに倒してくれ。いや、私、ために行こうかな。さすがにね。多分、ガンフォールでいけんじゃないかな。あの体力だったら。ただ、私が、倒そうかな。オッケー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 。レベル100の強みは出てるかもしんないですね。じゃあ、そこはガンフォールに任せて、自分はとりあえず C 地点の方に行きましょうか。その、旗街だったら、あれはクラウンで、そこはね、うまく使っていくべきなのかなと、思うんですが、ナイス。いや、火力素晴らしいね。一発二発の三発。それは無理だね。じゃあ一旦ちょっと下がっといて、アタッカーなんでね、旗を握るスピードは遅いんで、全然余裕持って、できるって感じですね。で、ブースト待って、回復ブーストないですが、スキルに打っといて、ジャスト回避からの、これ回避ないでしょ。オッケー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 、大丈夫そうだね。こっちの方は間に合わない。じゃあガンフォールのおっちゃんに任せながら、こっち来るかな。いいね。裏はちょっと味方さんに任せ、味方さんに任せようかな。ごめん、ガンフォール見殺しにするわ。で、真ん中で見てもらっといて、大丈夫かな。ガンフォール頑張ってくれてる？やられそうだね。どうしようかな。じゃあちょっと見ておいて。すごいね、ガンフォール。何体目。ここじゃあ合わせといて、スキル1。ナイス。で、ここスキル2。ガンフォールはやられちゃったけど、十分頑張ってくれたって感じだね。一発。一発二発。どうしよう。このアタッカー3枚しんどいね。じゃあそこから4対1。ちょっと待って。大丈夫。ジャスト回避。一発からのスキル1。ナイス。一発。ちょっと、もうなんか、すごい混雑。一発。一発二発の三発。ごめんなさい。ちょっと頑張ります。一発二発の三発。はい。ここスキル1合わせ。で、スキル2展開。いや、素晴らしいんじゃないか、普通に。裏は多分大丈夫。よし。多分いけてるよね。一発二発の、ジャスト回避。うおー、ファースト、いや、よう頑張ったわ。
はい、じゃあね、2戦目やっていこうかなと思います。皆さんよろしくお願いします。場所はアーロンパークステージですね。アーロンパークか、ちょっといろいろカムサリ飛んできそうですが、とりあえずじゃあちょっといい地点取らせてもらおうかな。でロジャ戦がこっち来たらちょっとビビるんですが、あーオッケーオッケー、ナイス。いやいいかもしれないね。ビスタはもうドントマインドだ、あれはしゃあないね、あれは。でこっちの方貯めといて、いや恐ろしいね。先にちょっと C の方行ってもいいのか。まあまあまあ待機しましょうかね。アルベルが取ったらスキルに移っていう風にしようかな。オッケーオッケー、じゃあここスキルに展開しておいて、はいはいはい、防御できてる。いやまあ普通にね、やれんことはないんでね、全然。あのアルベルも、あ任せて、一発ここ、オッケー、素晴らしい。うわお、私か、あ私じゃないけど、ビスタは多分カウンター使うかな。一発に、うわそうか、よろけむこうあんのか、バカバカバカ。で回避待っといて、一発、ここじゃあスキル1、あちょっと待て、やばいやばいかも、ちょっと待て、さすがに甘く見すぎてる。ジャスト回避は無理、ここよいしょ、オッケー。じゃあまあ船員をぶっ倒した後は A 地点の方に行ってもいいけど、先にこっちか。2番さん3番さんが誰かによるな。誰だろう。あーでも真ん中だな、ここは。うん、真ん中だね。はい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 。大丈夫大丈夫。はい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 。一発。で、ここで回避打ってからのスキル1。一発2発。一発2、3、4。いいんじゃないかな。で、ここで展開してあげといて、B 地点を守ろう。一発二発の三発。ナイス！いいぞ！あそこは、アルベルに頑張ってもらって、無理だったらもうそれは仕方ないよ。うん。で、D 地点の方を貯めておきましょうかね。あ、でもワンチャン、守れてんじゃないかな。あー、素晴らしい、素晴らしい。いいね、いいね。じゃあこっち貯めといて、ロジャー船長、あ、やばい、残り1分か。なに？間違え。おき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 、一発二発の、はいはい、もう無駄回避しちゃって、一発二発バリバリメダルをつけているんだよ。ちょっと間違えちゃったんだけどね。いた、やばいかな。ちょっとバリバリメダルを間違えてつけたんですけど、ここ多分当たるでしょ。はいはい、一発二発の三発。大丈夫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 。バリバリメダルがまさかあんなところで役に立つとはって感じだね。あそこはじゃあもうローに任せといて、いた、B は取られてしまう。自分だからあそこの 150% を貯めておこう。真ん中は、でもロジャー戦いないでしょ？多分いけると思うんだけどね。通常合わせのスキル1。で、一発だけもらっといて、で、ここでスキルに展開。で、ロジャー戦多分取れない。いいぞ、白ひげ。ここ！よし。OK！ ありがとうございました。いや、すごいな。ありがとうございました。ナイス。はい、じゃあね、3戦目やっていこうかなと思います。皆さんよろしくお願いします。場所はドラム島ステージですね。あー、違うな。5番さんの白ひげがレベル80とかだったんで、レベル100の先輩が C 行った方が良かったかもしんないね。まあ、いっか。まあじゃあ調子に乗らず。でも今回はちょっとね、なんだよもうとかは言わずに済む気がする。それぐらい結構ね、いい感じに巻いてるんで、そこ結構いいですね。あ、じゃあスキルに展開しておいて、でロジャー戦も多分今回裏キャラみたいな感じにはなってると思うんで、誰か来たな。カイドウはねニッカーがいるから、じゃあ D 地点の方行きましょうかね。あれ驚いてるな、私の分身が。驚いてるね。どうしようかな、驚いてるな、どうしようかな。まあ真ん中、いや、どうしよう。あそこもバジュラング打ってるって感じだから、一陣の援助に行きたいんだけど、あー、私が行ってるのかな、多分。オッケーオッケー、ナイス、スキル2。で、2発目はどうするって感じだね。もうここは、誰あそこ？ニカかー、どうしようかな。A 地点の方のサポート行きたいんだけど、でもこれ行ったら取られるよな。いや、もう行くか。もう味方さんに任せよう。見ててくれよ！よし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 、一発二発の三発、一発二発三発四発、私運だけはいいんでね、あのガチャ運以外は。じゃあ、はい、それはそれはまん、ちょっとね、ちょっと怖いからスキルに貼っといて。おお、じゃあ回避、一発二発回避待ちのスキル一。よしよしよし、うわごめん、降りよう。よしよしよし、大丈夫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 。ジャスト回避、一発二発の死の入れ、
なるほど。いやまあでもこれはなんだよもうじゃないね。どうしよう、これさ最後にさスキルに打って援助できんかな。あーできんか。いやどうしようかな。これでとりあえずちょっとスキル2で援助しましょうかね。ここスキル2展開でちょっとだけでも時間稼ぎたいで、リーチでよし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 、多分大丈夫。誰か来てるな。あーオッケーオッケー、そのロジャーなら大丈夫。一発二発下ろさねえよ。ちょっと待って、あー下いんのか。どうしようかな。いい地点の方にも行ってるから、よしいらっしゃい。ちょっと待って、とりあえずこっちを片付けよう。一発二発の三発あったい。オッケー、ありがとうございました。はい、じゃあねラストやっていこうかなと思います。皆さんよろしくお願いします。場所はドラム塔ステージですね。ドラム塔ステージ多いね。まあとりあえず、黒ひげじゃないロジャーが来たらスキル1で倒すっていう風にしていきたいんですけど、たまにスキル1入んない時あるからね。そこは要注意でございますが、どうする、降りてこないかな。いやーどうするかな、この場面。誰か降ってきた。まあいいでしょいいでしょ。一発二発の三発、火力素晴らしいね。いやいいね、やっぱり白属性って。白属性はその他の属性に対して強く出れるっていう特徴があるんでね。ああそっちの援助行ってあげた方が良かったか。カイドウか、カイドウだった。あごめん見てなかった。任せで、ここ一発。いやーマジかよ、外すんかい。ちょっとごめん。あーオッケ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 ー、大丈夫大丈夫大丈夫、ナイス。これ私も振動入れさせて。あれ一発二発の三発。いやごめんビーチ店の方行こう。はいビーチ店の方行っといて、でこっちに来たロジャー船長を狩ろう。さあ来なさい。一発、一発ここ、そっちじゃない。やばい。よし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 。ジャスト回避。ああ回避溜まってなかったか。いやでも、ごめん無駄回避してもうた。ここ。よし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 。でここで、あれスキル1押したんだけどな。いやどうしよう、これ気泥かな。気泥だねこれは。気泥かな。うん、D 地点の方に行きましょうかね。で、気泥で吹っ飛ばしといて、あ、2回援助来てくれてるか。素晴らしいね。任せて。あ、ナイス。で、来てるな。ジャスト回避。一発、二発の三発、ゲージ減らしといてあげて。いやー、どうするかな。自分がじゃあそっちかな。そっちの方に行っといて、そこのミリノクシはね、危ないんじゃないか。はい、じゃあこっち行っといて。さあ、バッチ来い。いや、もうこれ取るか。終わらせようか。あ、落ちてる？一発。あ、よしよしよし。落ちてる。じゃあこっちの方、ジャスト回避。あ、ごめん。一旦下がろう。はい。ちょっと待て。いや、もうでも、なんとかなるんじゃない？一発。あ、そっか、よろけ向こうあんのか。だったら、後ろに下がっといて、あのお肉は譲ろう。で、私が、キットに変わっといて、ジャスト回避。一発、二発の三発、任せてくれ。あ、ごめん。ちょっと待てよ。いや多分大丈夫だよね。最後じゃあ OK、 ありがとうございました。ナイス。